次に重要な課題は住まいの問題、住宅問題です。東京都はここ20年近く新しい都営住宅を1個も建設しておりません。じゃあ都営住宅が十分かと言いますと、実は、その倍率が毎年30倍を超えております。何回も応募しても当たらないと、こういう声が聞かれます。もっともっと私は都営住宅を新たに建設して安くて安心して住める居住空間を都民に提供すべきだと考えております。それからもう一つは、都内に空き家がたくさんあると言われております。ところがそういうところに住めない、低賃金で働いている人がたくさんいます。家賃を払えないのでネットカフェで寝泊まりする、比較的最近は脱法ハウスというのも問題になりました。倉庫を間仕切りをして2畳ぐらいのところでベニヤで仕切られた、そういうところに2万3万の家賃を払って住まざるを得ない、こういう非正規労働者がたくさんいます。こういう人たちに家賃を補助する制度を作るべきだと考えております。ヨーロッパではこういう制度が確立しております。あるいは公的な団体が保証人になる、こういうことも、やるべきだと思っております。いずれにしても住まいがあって初めて人間らしい生活ができますので、住まいを基本的人権の一つと位置づけて住宅対策を強化すべきだと考えております。